はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。3時を回りました。3月は3日の日曜日でございまして、日が照ってましてね、いい感じなんですよ今の時間、いい感じで、うわこれがずっと続くといいんですけどね。千代田区13度でございまして、この部屋暖房を入れずに22度かな、これ一番いいですね。眠たくなってきたら寝ようとしてるんですけど、最近ね夜いっぱい寝るんですよね。昨日はね1時半頃床に着いたんですけど、結局8時半までは寝てますから7時間は寝てるんですよね。でいや8時半9時過ぎ、そうですね、8時半頃には寝床で目覚めてましたね。もうでもそれからでもおとおとしてましたけどね、寝床を這い出したのは10時過ぎですけどほんまにね、嫌なんだ、寒い時にこう布団をこう上げてというか、こう取って自分からこう寝床から出るの嫌なんです。私曜日関係ないんでね、毎日ここに来てこうやって喋ったり書いたりしてるんですけど、曜日関係ない人間なんですけどね、やっぱりね寒い時ってね起きんの遅いまあいいんですけど、で 夜にあんまり寝ないと昼間眠たくなって昼寝ってやるんですけど、最近ないですね。お昼にビールケイン量4缶飲んだんですけどね、眠たくなりませんね。はい、本題いきましょうか。明日からまたねマーケット開くんですけど、やばっという事態が進行しているようでございまして、アメリカの金融界です。これね結構やばい。でリーマンショックがねもう一回来るかもわからんという感じなんですけども、リーマンの時はベースがサブプライムローンという、まあ、低所得者向けの住宅融資だったんですけども、今回それより多分ボリュームが大きいんちゃうかなと思うんですよね。商業用不動産という言い方をしてますけど、まあまあ、日本語で言いますとオフィスビルということでしょうかね。まだちょっとなんかこれ寄ってるな。オフィスビルという、まあ、エリアじゃない、カテゴリーですね、不動産の中で。日本ではですね、リートなんていうのがございましてですね、その、オフィスビルの権利をですね、まあ、あれですね、小口化して、こう、分けて販売しているというのがございます。で、アメリカでも同じようなもんでございまして、ですね、こう、主だったビルはほとんどですね、小口化して、ファンドみたいになってですね、金融機関が保有しているという状況らしいですね。それがですね、今ですね、このコロナ以降、いわゆるテレワークというものが普及しまして、アメリカ人ってのは日本人に比べてすごく合理的といえば、合理的な発想を尊ぶという言い方がいいと思いますけど、日本人ってね、合理的にパッパッパッとこう理屈で言うとね、嫌がられるんですね。私だってですね、物事は合理的に考えたいし、合理的に判断したい人間なんで、パッパッパッと理屈でこうでしょ、ああでしょ、ああでしょって言うと嫌がられるんです。ずっと嫌がられてきました。そっちよりもどっちかというと、そんなことよりも今までがどうのこうのって、そう言われてしまうんですけど、まあそれに比べてアメリカ人はですね、合理的に考えてこっちの方がええやんと思ったらそっちにふっと行くわけですね。で、コロナでですね、テレワークというものがですね、世界中でこう行き渡りました。で、日本でもですね、ほとんど在宅で仕事をしてですね、週に1回か月に何回かは会社に出るというやり方になっていましたけども、アメリカでも当然それがこう流行、まあ定着をしました。日本はですね、コロナ終わったら会社行くのが普通やろとか言ってみんな会社に行ってるわけですよ。私が毎日地下鉄5駅乗りますけどもですね、もうコロナ前にほぼ戻ってますね。で、インバウンドが増えた分ちょっと混んでるんちゃうかっていう、前よりもね、そんな感じがしますけどね。まあそれはいいとしまして、アメリカではテレワークが定着してます。特にですね、私のこう日本にで仕事をしている感覚からすると、頭のいい企業、頭のいい社員がいる企業ほどテレワーク定着するんですね。で、アメリカのニューヨークとかですね、ロスの中心街ってのはやっぱ頭のいい企業が集中してるわけですよ。そうするとテレワークが定着するんでですね、オフィス面積に対する需要が減退してるわけですね。まあ減るわけですね、大幅減少したわけです。そうすると基本的にですね、値段が下がるわけですよ、オフィスビルの。
その現象が今起きてですね、そのオフィスビルをですね、あの細分、小口化して持っている金融機関、あるいはそこに融資した金融機関のですね、債権が、あるいはその資産が焦げついてるわけ、焦げつくて、まあ下がってるわけですね。で、それがですね、これから金融危機を呼ぶんちゃうかというような事態になっています。ちょっと前置きが長くなりましたけど、ブルームバーグに、これは昨日の朝出た記事ですね。NYCB をフィッチがジャンク級に、ムーディーズはさらに格下げと。フィッチレーティングスは、米地銀持ち株会社ニューヨークコミュニティバンコープ、NYCB の信用格付けをジャンク級、かっこ投機的格付けって書いてあるんですけども、これいつ潰れてもおかしないでというレベルなんですね。に引き下げたということです。つまりお前らこれ勝手に来ても俺は知らんからだということですね。また先月、NYCB をジャンク級に引き下げていたムーディーズ、インベスターズサービスはさらなる格下げを発表したと。もうつまり、もう倒産が目に見えてるということですね。彼ら、フィッチとかムーディーズからするとですね。フィッチレーティングスは、米地銀持ち株会社、1日の発表によると、フィッチは NYCB の長期発行対デフォルト格付けを BB プラスと投資的格級を1段階下回る水準に引き下げた。つまり投資したらあかんでというカテゴリーにこう移したわけですね。従来は BB マイナスだった。BBB マイナスだった。ムーディーズは NYCB の発行対格付けを BA2 から B3 に引き下げた。まあまあ、ちょっと、それがどういう意味なのか私は知りませんけど、とりあえず、お前らこうたらあかんでレベルになったということですね。NYCB は前日、融資審査プロセスに関する内部管理に重大な脆弱性を確認したと発表するとともに、経営陣の交代を発表していた。経営陣の交代？フィッチは NYCB の脆弱性の発見によって、特に商業用不動産への集中的なエクスポージャーに関連し、エクスポージャーってのはまあまああれですね、まあ投資という言い換えてもいいかもしれません。まあ投資投機ですね。同行の引き当て金の適切性をめぐる内部統制について再考を促されたと説明した。再考ね。ムーディーズは発表資料で NYCB はオフィスローンの信用リスクのため今後2年間に貸し倒れ引き当て金をさらに積み増さなければならない可能性があると指摘した。1日の米株式市場で NYCB の株価は 26% 約の 3.55 ドル、年初来の下落率は 65% となったということで、この記事は終わっています。明日 NYCB というですね、銘柄はどうなるのか。もしかしたらですね、今週ですね、3日から始まる週にですね、新たなリーマンショック 2.0 が始まるかもしれません。乞うご期待なんて言いませんよ。いや、これね、はっきり言うてね、この構造を知ったとき、私がこれを理解したのは、おそらく2週間ぐらい前なんですけど、やばーと思いましたよ。これやばいんちゃうのと。つまり、サブプライムローンの時もです。時を上回る背筋の寒さですね。だって規模がだいぶちゃうねんもん。その年収の低い人にですね、住宅ローン返してそれは焦げついたって言うたらですね、まあ言うてそんな大きな損失額ではないんですけど、あの時リーマンショックの、リーマンブラザーズの損失、不良債権の総額は日本円で60兆円ぐらいって言われてました。60から100兆円って言われてましたけど、この NYCB とか、これまあ NYCB はほんの一角なんですね。氷山の一角なんですけど、これのクラスはおそらく一桁ちゃうんちゃうかなと。つまり1000兆円ぐらいの規模で不良債権が発生したら世の中どうなんのという、まあそういうことですよね。
あの現実にアメリカのオフィスビルの価格がゴーンと下がってるんですよ今。さっき言った理由でね、あのテレワークの定着で。それってね、そんなね、安物の住宅の住宅ローンが焦げついた、それがいっぱいあんねんみたいなですね、それとはちょっとまた規模が違うんちゃうんかなと、一桁違うんちゃうかなという気がしています。はい、とりあえずこのブルームバーグのですね、アドレス、今読みましたニュースのアドレスを貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。